旧市街の海上アッコは、イスラエル北部の西ガリラヤ地方に位置する北部地区にあるし、アッコは、ヘブライ語での読み方であり、英語では、アクレと呼称される。その他、アッカー、アッコン、アークル、サン、ジャンダクルなどとも呼ばれる。新約聖書では、ヘレニズム時代の呼称である、トレマイもしくは、プトレマイスとして言及される。アッコは、地中海に面した、 港湾都市であり、歴史的には東地中海交易の拠点として栄えた。イスラエル独立後も、イスラエルに残ったパレスチナ人が多く定住し、人口のおよそ3分の一を占めている。アッコ旧市街は2001年にユネスコの世界遺産リストに登録された。旧市街は地上にオスマン帝国時代の各種建築物が残っているだけでなく、地下により、 古い十字軍時代の大規模な移行が現存していることが確認されている。1104年、第1回十字軍により、ボードアン一世が町を占拠して、パレスチナの中心都市にした。1187年、IU 部長のサラディン率いる軍隊により、イスラム勢力が町を奪還するが、1189年8月、キード・リュジニアによって、陸と海から町が包囲される。 1191年7月にリチャード一世イ,イラが率いる第3回十字軍が来るまでは持ちこたえていたが、アッコン包囲戦でイスラム勢力は敗北。十字軍によって再び占拠される。1192年エルサレム王国の首都となる。1229年ホスピタル騎士団の支配下となる。その後、アイユー部長やマムルーク長の反撃によって、 シリアにおける十字軍国家の領域は徐々に奪われていき、アッコは13世紀後半には十字軍国家に残された数少ない重要拠点となった。1291年、マムルーク朝スルターンのアシュラフ・ハリールが率いる軍によってアッコは落城し、これにより十字軍国家はシリアにおける拠点をほぼ失った。以後200年以上、アッコはマムルーク朝によって統治された。 1517年にマムルーク朝が滅びると、アッコはオスマン帝国によって統治された。18世紀にはザーヒルーマルやジャッザールパシャといった中央から半ば、自立した有力者による支配のもと、城塞の修復や公共施設の建設などの都市整備が進められた。18世紀はヨーロッパとレバントを結ぶ東地中海交易が再び盛んとなった時期で、 貿易港であった、アッコも発展した。旧市街に残るオスマン時代の街並みは、この時期に整備されたもので、当時の繁栄やオスマン帝国における、地方有力者の強大な権力を物語っている。1799年には、ナポレオンのエジプトシリア戦役の舞台の一つとなった。第一次エジプトトルコ戦争ではアッコへ進行した。 イブラーヒームパシャのエジプト軍に対し守備隊が頑強に抵抗したが1832年に陥落しアッコはムハンマド・アリー町によって支配された1840年にロンドン条約が結ばれると再びオスマン帝国によって支配され20世紀初頭にはヒジャーズ鉄道の支線が開通している第一次世界大戦末期の1918年9月にメギットの戦いで オスマン軍が敗れると、オスマン帝国による支配は終焉を迎え、イギリス軍がアッコを占領した。戦後、イギリス委任統治領パレスチナが成立すると、アッコもその領域に含まれた。第二次世界大戦中の1941年には、この地でイギリス軍とシリアに駐屯する、ビシーフランス軍の間に、サンジャンダクル休戦協定が結ばれている。 1948年、アッコは現在のイスラエル領となった。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。